3月1日水曜日の全国の天気をお伝えします。前線の影響で広い範囲で天気が崩れます。西日本や北陸、東北地方など広く雨が降る予想で、雷を伴って強まる恐れもあります。北海道も雪や雨が降りそうです。外出の際は雨具をご用意ください。関東地方は日差しが届きますが、だんだんと雲が増えていきます。日差しを有効活用してください。各地とも日中は気温が上がり、春を感じる陽気が続く予想です。雪が多く積もっている地域では融雪災害にお気をつけください。詳しいお天気や気温の予想はアプリウェザーニュースでもご確認いただけますので、ぜひご活用ください。